去年海遊館で生まれたカワウソの子供シーちゃん。今回展示デビューを目指してリフレルにお引っ越ししました。迎え入れるリフレルでは新しい環境で安全に暮らしてもらいたいと、最年少の飼育スタッフが受け入れ準備に大奮闘。無事展示デビューはできたのか、その裏側を取材しました。手のひらに乗るほど小さい生まれたばかりのカワウソの赤ちゃん。去年8月、大阪の海遊館で生まれた4頭、そのうち3頭がオスで、1頭がメスのシーちゃんです。赤ちゃんカワウソはすくすくと成長。生後半年で飼育スペースが手狭になってきたこともあり、お母さんカワウソのセンティと娘のシーちゃんが展示デビューを目指しニフレルに引っ越しすることになりました。母親のセンティが妊娠した時から世話をしているのはベテラン飼育員の宮川さん。すごいやんちゃではあるんですけども、これまで私が育てたことのあるメスの中ではすごい穏やかだなと。今シーにとって何が一番環境的にいいのかっていうところで、やはり広いスペースでプールも大きくていろんな刺激がある環境に行ってもらいたいなとちょっと送り出す気持ちです。シーちゃんの新しい住まいになるのは吹田市にある生きているミュージアムリフレル。シーちゃんたちを迎え入れるのは最年少飼育スタッフの松岡さん、25歳です。これまでミニカバやホワイトタイガーの世話をしてきましたが、去年4月からはカワウソの飼育も担当しています。リフレルは海遊館が経営しているため、カワウソの成長に合わせて入れ替えをすることも。松岡さんにとって幼いカワウソを受け入れるのは初めての経験です。まだまだカワウソの飼育歴も短く、先輩社員に聞きながら今回の準備を迎えることができたんですが、もうカワウソと共に成長しないとなとちょっと思っております。シーちゃんを受け入れるにあたって心配や不安があるようで。他のスタッフはすごく楽しみって大きい気がするんですが、大丈夫かなっていうのが、すごく心配の方が今は、怪我が一番もう心配で心配で仕方がないので、もうちょっとすごく責任を感じながらやっております。海遊館を訪れた松岡さん、シーちゃんに会うのはこの日が初めてです。いやー、どんな子かなっていうのは少しドキドキの感はあります。これまでシーちゃんを育ててきた宮川さんの餌やりを見学。シーちゃんを初めて見た印象は、やっぱ一回り小さいなって思ったのが率直な感想でした。新しい環境で多分じっとしてるタイプではなさそうな感じな元気な娘とお母さんだったので、今後に触れてどんな感じで動いてくれるのかはちょっと期待はしてます。松岡さんはシーちゃんの展示ブースについて宮川さんに相談することに。カワウソはもともと好奇心が旺盛で手先も器用な動物。さらに子供となればどのような動きを取るのか飼育員たちも予測ができず、怪我のリスクも高まります。
これブロック入ってる？これブロックです。ブロック抜いてほしい。ブロック分かりました。ブロックここに顔突っ込んで出れんくなったら溺れるのでブロック危険やね。しーちゃんを迎え入れるにあたり、危険なところをできるだけなくしたいとアドバイスを受けます。松岡さんはとにかく心配が尽きないようで、展示まで出すのか、うん、もうバックヤードで終了っていうのは、うん、ちょっとどうしようそれはそっちの、ね、に触れる側の問題なのでちょっと確認をしようと、うん、館長含め、はい、上長とお話ししてください。わかりました、はい。ニフレルに戻った松岡さん、閉館後早速準備に取り掛かります。改善するのはプールに置いてある台と台の間のわずかな隙間。しーちゃんがここに手を入れて怪我をする恐れがあります。板を入れて隙間を埋めようと採寸しますが、あそこの幅 1.5 センチだったんですね。指が入りそうなところが、ただベニヤのサイズって1センチが多くて 0.5 センチ分隙間が空くと板がぐらつくなってまして、で固定をするとなったらそれが次は突起物に変わっちゃうので、カワウソが足をつまずく可能性があるんで、ビタビタにつけた方が一番怪我するリスクが少ないんですよ。1.5 センチの隙間、一体どうするのでしょうか。どうしようかな、あいつもこんな感じで考えてます、すいませんちょっとペンキの目は考えますちょっと時間もったいないのですいません、じゃあちょっと板持ってきます。迎え入れ前日も松岡さんは作業に追われていました。しーちゃんのために 1.5 センチの隙間を埋めようとこの日も試行錯誤を続けていました。すると、呼ばれた、カバーに呼ばれたので行きます。ちょっとタコすることができないのでちょっと一旦中断で、ミニカバの担当もしている松岡さんは作業を一度中断。動物たちに少しでも変化があるとすぐに様子を見に行かなければなりません。戻ってきたのは3時間後。業務の合間を縫って作業再開です。あとはちょっと鋭利な箇所だけヤスリがけして、これで一旦隙間の板の制作はおしまいです。心配が今は変わらずですか。変わらないですね。もうお客様の前に出てしばらくしても安全っていうのが一番ゴールかなと思ってますので、まずはできるところはなるべく対策をできたらなと、もう1日前でも思ってます。閉館後はしーちゃんがブロックに頭を突っ込んで溺れないようスロープを撤去。できることは何でもします。これまで悩んでいた 1.5 センチの隙間、昨日の夜までかけて作った板は ぴったりはまりました。
一方、海遊館では宮川さんたちがシーちゃんたちをケージに入れ運び出しをしていました。シーちゃん、シーが怖い。怖いの怖いよな、それは。母ちゃん抱きついてくるしな。お母さんのセンティがシーちゃんを守るように手を添えていました。シーちゃんを車に乗せ海遊館を出発。およそ35キロ、松岡さんが待つニフレルへ向かいます。車に揺られることおよそ50分、無事ニフレルに到着しました。お疲れ様です。初めての引っ越しにもしーちゃん元気そう。到着です。急に飛び出したりしないよう運んできたケージごとバックスペースに入れましたが、見慣れない場所に戸惑っているのかなかなか出てきません。やっぱ後ろ行ったな。見てるのかな。よいしょ。そこで餌を使って誘導すると、徐々にケージからシーちゃんたちが出てきました。出した方がいいですか。出します。ここよりもシーちゃんたちの様子が落ち着いていると判断し、展示ブースにつながる扉を開けてみることに。果たしてうまくいくのでしょうか。解放したから。いや、できますよ。センティ、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 センティ。すると、お母さんのセンティが顔を出し、シーちゃんも続いて出てきました。最初は恐る恐る入ってきましたが、餌を食べながら徐々にニフレルの展示ブースに慣れてきたようです。入った、頑張れ。シーちゃんは初めての深いプールになかなか勇気が出ません。泳ぐお母さんの後、浅瀬で懸命についていきます。松岡さんが隙間を埋めた場所もバッチリ。シーちゃんのお引っ越しは大成功となりました。無事このように元気に動いている姿が見えて一安心しております。並んで泳いで潜っている姿とかもゆくゆくは覗けたらいいかなと思ってます。そして先週末、引っ越し当日は泳げなかったシーちゃんですが、なんとこの日はお母さんと一緒にプールで泳いでいました。お母さんはスイスイと泳ぎますが、シーちゃんは犬かきで必死についていきます。まだ泳ぎに不慣れなシーちゃん、水中から浮上するときは脱力。ついてってる感じがめっちゃ可愛いですよね。水入るのなんか好きだね。え、いっぱい泳いでるね。ヘタッピシーちゃんにとっても松岡さんにとっても初めての経験となった今回の引っ越し。一回り成長したシーちゃんは訪れたたくさんの人たちに笑顔を届けてくれます。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。